そうですね、本当はこの旅行先にやるつもりだったんですけど、やっぱりメンバーね、やっぱりいろんな人がいますからね。どういう意味あるの？いや、そんなことないです。ね、そんなメンバー同士のこのいろんなアイディアを、ね、出しつつ、そしてしてそれが一つのサウンドになるね。そういうふうに、僕はあのビートルズのジョー・レゴンさんから教えてもらったんですけど、ジョー・レゴン書いてたことを目指してね、一方的にね、読むだけ。そうですね。じゃあ、我々日本人もね、日本人として誇りを持って生きていこうだよ ね。そんな気持ちを込めて、数ある日本のアニソンの中で、さっきと同じくだりだけど、今日この曲を聴いてくださいね。この曲の主人公は、泥棒でございます。実は我々黙ってましたけども、今日の出演者4人は実は泥棒なんです。なぜなら、今日は、皆さんの心を盗む。皆さん笑うとこですよ。ちゃんと笑ってくださいね。こっちがどんどんやりたくなってしまいます。